なんか先日さ、なんか、ミコがチラーっと、本当にチラーっとね、本当に一瞬ね、こうマジ一瞬テレビに映ってたんだって。もう紹介のされ方がさ、なんか、小川ゆいちゃんとさ、間接的に隣り合わせになったんだけど、なんか、声優って書いてあってさ、はにゃ？しょうがないよね、でも。やっぱり、まだ、テレビ業界の人には信じてもらえてないのかな。でも、声優と言われれば声優ということも難しくない。ミコだってほら、ホログラにね、出たりとか、ゲームの CV とかもちょこっとやらせてもらったことがあるし、そう言わなくもないな。みたいな感じで思ったわけ、ミコは。ちょっと、よいしょ。あんま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 ん。ねえ、まん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 。これは、赤ちゃんゼミ。赤ちゃんゼミの真似。うわんま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 ん。セミと赤ちゃんが合体した姿。みこち壊れちゃった。大丈夫。通常営業さ。さくらみこはこの程度の女さ。でもそうだ。すっかり忘れて3時間も配信やってたけどさ。もしかしたら昨日の一瞬の地上波登場によって、テレビで見ましたっていうやつがあるかもしれん。テレビで見ましたよって言ってくれてる視聴者さんがいるかもしれない。勘違いしないでくださーい。猫いつもはもっと賢いんです。これ偽りの姿なんです。本当はエリートなんですよ。いつもこうでしょ。いつもじゃないよ。だってさ、そんなん言ったしさ、ミコが焼肉屋でさ、焼肉食いながら、あんま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 ん、うまいねーとか言うと思う？思う。嘘だろ。言ってなかったらショックだわ。ごめん、言ってない。もうね、黙々と食べる。美味しいの。美味しいね。サラダめっちゃ美味しいな。こんな感じ。もうお腹いっぱいだ。食べて！